鉄農家さんとやり取りしてると規格外品っていっぱい出てきてて、それをちょっとこうなんか利用できないかなと、はい、この素材の甘さがあるので砂糖をこう抑えながら作れるので自然な甘さでこう焼き菓子作りをしている、これがあのうちの軸となっているところですね、はい。まあ、素直に本当にでも食べて、あ、美味しいねと、あの喜んでいただけるのが一番ですけど、ね、で同じ条件でいろんなさつ、いろんな品種のさつまいもと比べて全く違いますね。その旨味というか奥行きとかちょっと美味しく感じる複雑な余韻とかも変わってくるんですけど、その中でも1年間ずっと蔵であの低温熟成できる仕組みを、貯蔵庫を持っている生産者さんのものを今使ってるんですけど、その1年間ずっと貯蔵できるので甘くあのとっても濃厚な美味しいものが1年中使えるので、てんさい糖を使ったシロップに煮詰めて
としたお芋がゴロッと中に入ったパウンドケーキ。そうなんです。それ焼き菓子って冷やしてしまうとパサついたりするんですが、うちの菓子は冷やしてもしっとり。毎日試行錯誤です。はい、はい、そうですか。もちろん自分たちが納得して美味しいって思うのはもちろんなんですけど、あの一番お客さんに喜んでもらわないと意味がないので、一応新商品を開発する時もアンバサダー制度でお客さんに実際お客さんにお越しいただいて、でちょっと味見をしてもらいながら一緒にちょっと菓子作りを進めることもしてて、なのでもちろん自分たちに納得した味プラスお客さんも喜んでもらう味っていうふうに商品化して、なのでまあ時間はかかるんですけど、その蜜がすごいです。1年以上熟成させてるので、あ、なんかとろみが、はい、普通のさそうなのと全然違いますね。はい、はい、うち農家さんと直接契約してるんですけど、直接農家さんとやり取りしてると規格外品っていっぱい出てきてて、でちょっとこう細かったりとか傷ついてたりとか、スーパーでこう製品に並べられないようなものが多いんですけど、それをちょっとこうなんか利用できないかなと、はい、お菓子作りの消化できないかなっていうところでこれを使って作り上げたブランド。うちの味の主軸になっているのはさつまいもで、ただ熟成しているのはとっても甘さがあると。これをお菓子の中にこう生地の中に練り込むと、そのさつまいもの素材の甘さがあるので砂糖をこう抑えながら作れるので、自然な甘さでこう焼き菓子作りをしているのが、うち
ちの軸となっているところですね、はい。今レモンクリームバターサンドっていう商品がありまして、それのレモンカーブ、レモンのクリームを作っていきます。
まあ、その焼き菓子もそういった素材のなんか味わいがやっぱ出るように、なるべく科学的なものをうちも保存量とか香料とか砂糖も抑えながら作って、素材の味わい、素材の甘さで表現したいって感じですね、はい、それがこうお客さんにこう伝わったら、まあ、もちろん嬉しいんですけど、まあ、素直に本当にでも食べて、あ、美味しいねと喜んでいただけるのも一番ですけど、うん、芋がたくさん入って、うん、初めてです。はい。いや、毎日ここを通ってたんですけど、すごい素敵なお店があるなと思って、で今日はもうせっかくなんでちょっとお店今日は寄ってみようと、はい。ちょっといろいろお話も聞けて、今も食べてるんですけど、もう甘さ控えめで、美味しいです。本当に美味しいです。本当に美味しい。いや、クッキーとか、はい、焼き菓子とか、干し芋とか、そうですね、そういうのをちょっと、本当に、甘さ本当に控えめだと思います。焼き菓子に全部さつまいもが入ってるっておっしゃってて、はい、すごい楽しみ。こんにちは。はい、できてオープン前から知っております。楽しみにしてます。お宅があるので、はい、はい、どこへお住みになったんですか？あ、もうここ開店するときにこう貼ってありますでしょ。それを見て、もう家近いので。あ、それで、そうなんですか。はい、はい、で、ちょこちょこといただいてます。はい、ここのお店のおすすめ商品とかありますか？もう、船橋美味しいし、何でも美味しいですよ。はい。はい、孫が来たときは来ますけどね。まあ、ちょっと、まあ、いただきたいときにいただくっていうのは、もう、フライボーです。はい、お節はなんか孫が出すんですよね。あ、そうですね。はい、なんかこういただいて帰ったら、はい、あ、楽しみにしてました。はい、はい。ご家族みんなで楽しみに。そうですね。特に孫と私ですわ。ずっと大変ですね。まだまだ本当に小さなお店でお客さんに伝えきれてない部分もたくさんありますし、それこそこうやっぱ素材のところから選定して向き合っていくので、例えば保存料とか入ってる香料とか入ってるものを使えば味作りって意外とこうできたりもするかもしれないんですけど、ただこだわってる分やっぱり商品開発、お菓子作りもすごく時間かかりますし、なかなか納得いく味っていうところを作っていくのが大変だなと思いますし、ただでもそこをやらないとそしたらこう意味ないなと思うので、こんにちは、まくり南京菓子屋のマネージャーしてます、酒井と申します。我々のお店は野菜やフルーツ、規格外になってしまうものを何か利用できないか、こういう思いがあって、焼き菓子作りがスタートしています。お店の名前が芋栗南京なんですが、さつまいも今時期でいうと中心としてまして、生地に全部練り込んで砂糖も抑えながら保存料香料を使っていない焼き菓子作りを、してます。素材にこだわった季節のフランスの伝統焼き菓子中心なんですけど、ぜひ食べに来てもらうと嬉しいです。こちは関西や東京関東を中心に催事の出店も行っています。随時インスタグラムがあるんですけど、そこで情報発信してます。またインスタからはインターネットを通して EC 販売、通販のサイトもありますので、そこからも全国に発送できますので、ぜひチェックいただけるととても嬉しいです。